亀井さんお疲れ3個、新一さん芍薬、いっちゃんお疲れ、陣内さんお疲れ、和之進さんブーケ、トールさんお疲れ、いっちゃん芍薬、陣内さんアジサイ、亀さんアジサイ3個、いっちゃん芍薬、かまちゃんアイス2個、福ちゃんいいの2個、ありがとう。こんばんは。みんな読んでくれたかな。中身がすごいね、充実してますね。これはものすんごいですね。とにかくすごいの一言につきます。これはぜひ読んでほしい。最近パセリを知った方はもうこれ読んだら、あのショールームで話してた内容とかも、これまでのSTUに入るまでの話とかも書いてあるから、私の幼少期からのことがもう書いてあるので、これはね見て、1万字以上ですよ。これ読んだらもう間違いないです。ミキヤくん、バラ、シュウさんお疲れ、ありがとう。クロさんお疲れ、カズノシンさん尊い、ありがとう。そう、写真もたくさんあってですね、すごいので見てほしいなって気持ちがありますが、皆さんは読んでくれましたか。かわいいよみんな、これこんばんは。夏みかんさん尊い、ありがとう。クアドリーさんハート、ありがとう。こんばんは。こんばんは皆さん、読んだ？イエー、ありがとうございます。これは1月に撮影があったので、とっても寒い時期に撮りました。この表紙もこれ外なんですけど、この外の横に川が流れてて超寒くて凍えながら、あのカメラの準備の時とかはみんな上着着て撮ります、脱いで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 、マネージャーさん脱いで脱いでみたいな、上着預かって預かって、カシャカシャ、一旦確認します、上着着て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 みたいな感じで撮りました。5秒後に脱ぐみたいな、そんな感じで撮った表紙がこれです。 そんな感じでも、これは室内、なんかそういうスタジオみたいなところで撮ったけど、外と中とあります。で、なんか橋みたいなところで撮ったやつはまた別日に撮りました。私とあかりんさんとりんこだけ別日に撮ってます。違う場所で撮ってます。他の4人は多分同じとこかなで撮ってるけど、それぞれ違うとこで撮ってます。こんばんは。しんいちさん、しずく、ありがとう。私もパセリのページから読んだ。なんか自分が喋ったことがどれくらいな内容でまとめられてるんだろうと思って気になってね、読んだんですけど、チラッと読もうと思ったら止まらなくなっちゃって、外で出先の建物の壁際でこうやって読んでたの止まらなくなっちゃって。すごいよ、みんな見てほしい。68ページからがパセリのページで、68ページから始まって87ページまでパセリのページです。68から87までパセリなので、それだけでパセリ推しの方々も読み応えがあるんじゃないかなと思います。それが7人分あって、で全員のカットがあって、笑顔のチャンスのミュージックビデオのオフショットとかもあってって感じです。ジュノラゴさん、レインボースター、ありがとう。すごいっしょ。
明日届きます。じゃあ明日じっくり読んでください。わわわさんお疲れ、ごくありがとう。浦部さんアイスありがとう、ね、嬉しい。なんかこういうの憧れてました。なんかさ、一人一人の幼少期から振り返るってなかなかないじゃないですか、こういう大勢いるグループだと。だからね、本当に貴重だと思います。ぜひゲットしてください。こんばんは。昨日の配信の時もそうだったんだけどね、あんまり喉の調子が良くなくてですね、まただからちょっとあんまり今日も喋らないように。昨日も本当に調子あんま良くなかったから、30分ぐらいで終わろうと思ったら1時間半ぐらい喋ってました。本当にもう時計が読めないので気づいたら喋ったけど、今日も相変わらずなので、明日は仕事もあるので、ちょっとあんま長く喋りすぎないようにしたいと思います。はちみつ、はちみつ毎日食べてるよ。こんばんは。カズノシンさん回復薬ありがとう。無理しないようにします。気をつけます、ちゃんと気をつけます。ありがとう。あっちゃさんありがとう。クロさん芍薬ありがとう。昨日夢にパセリが出てきた。何してましたか。私は昨日の夢はソルハさんと大喧嘩する夢見たよ。昨日、今日、昨日、今日、昨日の夜から今日の朝にかけてソラハさんと喧嘩する夢見た。だからなんか起きた時に、起きてちょっかいかけてきたから、なんでみたいな。夢の中でなんかめっちゃひどいことされたんですよね、全然覚えてないんだけど。でだから私みたいななって、朝起きて何と思ってこっち怒ってるんだけどと思ってね、そっけなくした。なんかこうふんってこうしたら気づかれてた。おもろおもろ。でもしょっちゅうね、あのリアルの世界でもそういう揉めるので、そのうちも末目になると思います。こんばんは。奥歯を縦に割って口の中に貼り付けられる夢を見ました。どういうことどういうこと。奥歯を縦に割って貼り付けられる夢。ひろっちさんアジサイありがとう。縦なんだ、横じゃなくて縦派なんだ。おもろい、不思議な夢。パセリが手を振りながら走ってくる夢見た。なんだその夢。夢に出てきたメンバー好きになりがち。あるあるじゃないそれ。みんな今日見た方がいいよパセリの夢。今初めてショールーム見た人とかもぜひ私の夢見た方がいいと思います。それはシュークリーム早食いする夢。幸せ。それは太らないから幸せな夢。いいね。私も見ちゃうんだよね、なんかそういう変な夢しょっちゅう見るよ。私のこの本のお気に入りページは148ページですね。149ページか、149ページの左上がすごくお気に入りです。超お気に入りです。見てください。149ページね。PR 舞台に選ばれた日の写真が載ってるんですけど、この日のお弁当、ジョジョ園でした。人生初ジョジョ園のお弁当でした。とっても美味しかったです。某メンバーがお弁当をたくさんもらって帰って、すごく話題になっていました。
皆さんご存知な方も多いかなと思います。ジョジョエン、夏みかんさん、花束ありがとう。49ページの左上、好きですね。こんばんは。しいちさん、しずくありがとう。そう、6個持って帰ったり。何、150ページ、あ、150ページいいですね、これ150いいね。でもすごい私顔この時なんかポンパンじゃない？ピューロの時、このピューロはあれですね、この時さ、今これ見てるんだけど、これのね、ピューロランドの時は横浜の初日、ツアーの初日とピューロランドと、あとあれランウェイで踊ったやつ、なんか連日あったよね。だから差し入れが美味しくて美味しくて困りましたね。こんばんは。スケモンさん、バラありがとう。充実、充実の10月って感じ。そう、3日連続あった気がする。あとね、154ページの右上はとっても可愛いと思います。154右上メモ、これはあのとっても可愛いです。おすすめだよ。あ、そうだよ、みんなね、みんなみんなこれ買った方さ、あのアンケート送ってくださいね。アンケート送ったらさ、チェキ当たるから、21名様にチェキ当たるから、直筆の世界に1個しかないチェキ当たるから、アンケート書いて送ってください。あのね、メンバー好きな人を選んでくださいって書いてあるんよ、アンケートの内容。アンケート問い5、本誌で取り上げたアイドルで好きな人を選んでください、かっこ何人でも何人でもなんですよ、何人でもらしい。だからあの PR 舞台に推しメンが2人以上いたとしても安心だし、全員でもいいと思うし、すごい。どこで購入しましたか、満足度を選んでください。え、トイさん怖い、トイさん、つまらなかった記事を教えてください。そんなのないよ、ないよ、あるわけないよ、ないって、そんなの。とても可愛いから見てね。パセリのチェキだけで3種類ある、各メンバー3種類のチェキがあって、衣装も全部違うんだけども、それが7人分で21名様に当たります。だからパセリ推しで3人当たるって感じかな。こんばんは。ぜひゲットしてね。あのね、他のメンバーの記事読んだらね、グルメ担当にすごく感謝してくれてて、あの申し訳なくなった、私がいっぱいさ、グループ LINE とかでさ、何回も何回も送ったりしたから、なんかみんなが優しくてそうやって書いてくれてて申し訳なくなった。せっかくのインタビューなのに、私のせっかくのさ、あのページ数を私の話で埋めてしまって申し訳なくなっちゃいましたね。ありがとうございます。
ね、嬉しいけどありがたいけど。私がなんで AKB さんを好きになったかとか、なんで初めてオーディション受けたかとか書いてますよ。見せれんけどね、中身は秘密だけどね。お疲れ様。そうだよ、私さインタビューでさ、グルメ担当もうしたくありませんって答えてておもろかった。他のメンバーのとこでありがたいですって書いたのに、本人のインタビューではそうやって言ってんの詳しくは実際に読んでみてください。お疲れんこん。こんばんは。だってだってもうそのなんで嫌かもちゃんと書いてるから、どこがどう大変かもちゃんと答えてるから。しんいちさん、だるま、もちはださん、レインボースター5個、かずのしんさん、あじさい3個、ゆさなこさん、お断りです、ありがとう。そうだよ、みんな偏食なんだから。75ページ私もこれ好きですよ。このなんか顔が珍しい、こういう写真とかで使われない表情って、すごく75ページ私も最初見た時え、いいねってなったのでいいですよでも76ページもいいです、おすすめです、読んでください。ね、嬉しい。これもっとさ、いろんな人に読んでほしいな。 PR 舞台のファン以外の方も読んでほしいなでも、もう他のメンバーのファンの方とか、もしさあのイベントに参加するためにたくさん買ったよって方は、あのイベントで会うさファンの方にちょっと見せびらかした中身読んでもらって教科書にしてください。知識がだいぶ増えますこの一冊で。私も他のメンバーのやつ読んでおーって知らない情報があったりして、こんなこと考えてたんだなとか、この人の過去はこういうことがあったんだなとか、この方の転機はこれかとか、2期生が入る前の先輩の活動内容とか何でも分かった。配布するぐらい買ってる？それはどうなの？買ってるの？ほんと81ページ？なんだろう、おいいですね、ちょっとお見合い写真感がありますね。87、ああこれは橋で撮りましたね。これどこなんだろう、東京のどっかです、この外のとこ、どの橋なんだろう。え、絶対特定班の方いるよね、誰か東京の橋に詳しい方、これはどこの橋なんですかね。近くにミニストップがあったんだよね。夏みかんさん、お断りです。うっかりあんこさん、お断りです。あっちゃさん、お断りです。なんで今日みんな求婚してくるんだ、めっちゃ求婚されるよ今日。あ、お見合いの話したからか、お見合い写真って言ったからか。しんいちさん、お断りです。求婚されたらチューリップが咲いちゃうわ。リコチからの飛び飛びできたの？おはっこりー。ハさん、お断りです。一粒の麦虫さん、お断り10個です。は数で勝負してきた。そんな競りみたいに。みんなが1個でダメなら自分は10個って。お断りでした。こんばんは。
チコリータから来たみんな、こんばんは。本当だ、確かにアバターがゴルダルだからもうチコから来たんだなってわかるね。いやあ、隅田川？どこなんだろう、知りたい。でもこのね、リンコとアカリンさんも同じとこで撮ってるから、パセリ、リンコ、アカリンさん同じとこらへんだからさ、外のやつ、その景色から誰か特定してください。近くにミニストップがあるよって、その情報しかない。出歩いてないからその情報しかないんだ。あかりんさんの位置情報によると、永大橋。こんばんは。あかりんさんの位置情報すごい。永大橋、ミニストップがあった。リンコが買ってきてくれたの、いちごのソフトクリームみたいなやつ。その日の朝にさ、私が沖縄で早起きしてスーパーでさ、チンスコーのアイスがあってね、それを食べてほしくて、どうしても。でチンスコーアイスを空港に向かうタクシーの中で食べたんよ、一緒に。そしたら東京着いて撮影してたら買ってきてくれて、ミニストップ、お礼にって言って、お互いアイスを買い与えてました。それが最後のミニストップでした。パセリンコ最後のミニストップ、2人で食べた最後の思い出の味です。ジェノラゴさん、ハートありがとう。こんばんは。そう、沖縄の翌日がこのサイドポニーと衣装のやつでした。前の日に撮ったのがこの表紙とかなんですよ。あっちゃさん、ラブレターありがとう。カズノシンさん、アイスありがとう。うちらのミニストップ聖地巡礼してくださいミニストップ、サイドポーに頭痛くなる。あのね、頭皮引っ張る系の髪は全部なります。あとね、なんだろうな、何がなるかな、三つ編みとかはならない。でも頭皮を引っ張ると顔がリフトアップされるからすっきり見えていいんですよ。とってもおすすめだよ。みんなももしアーシャ撮る機会があったらぜひ参考にしてください。あ、私79ページ好きです。78、79の写真がすごい好きです。可愛いです。この辺のこの衣装の写真どれでも可愛いです。フラミンゴみたいな髪のね。サイドポニーはね、広島のメイクさんに2人ほどサイドポニーアンチがいるんですけど、東京とかでお仕事あるときはその東京のメイクさんが来てくださるので、サイドポニーを何も考えずにできるっていう利点がある、だからできますこんばんは。そうだよ、アイドルのうちしかできないんだから今のうちにしときなって言われてできます。イエーイ。6月からブルーベリーソフト、そうなの、知らなかった。6月、今月。お、それは。でもね、今私はね、果実氷狙ってるから。ミニストップ今度来週ね、東京行くんですけど、フェスで近くにミニストップあったら果実氷をゲットしたいと狙っております。ちなみに近くっていうのは会場の近くではないです。会場の近くで出歩けることはないので、残念ながら会場の近くにあったとしても食べれないんですけども、
ホテルの近くとかにあれば食べたい。ツインツインテール。でもなんか私の方の方ね、ツインテール好きじゃないって方意外と多いんですよ。やっぱそういうロリを推してるわけじゃないよっていう主張なのかな自分はロリじゃないからみたいな、そういう主張なのかもしれません。でもさ、でもさ思うけど、 STU の中で私が年長なだけで、ね、年長だから、その年長の子推してるからロリって言われないだけで、普通に世間的に見たらみんなロリじゃないですか、ロリコンじゃないですかね。ねそうだよね。え、どんなツイング求めてるんですか。まさかウルトラマンの母みたいな、そんななんかビヨーンみたいな。こんばんは、神代さんありがとう。え、父はどんな髪型なの。毛先がくるんとしたツイン。外くるんですか。 S 字ってこと。かわいいね。それはちょっとももちゃんにお願いしましょう。見たいです。しんいちさん、しずく、くろさん、たこありがとう。永代橋ではなかった。え、違うんかい。違ったんかい。ももち、あー懐かしい、かわいい、キュンって。じゃあまず髪の毛を切るところから始めるか。70ページの最後の一文。ほう、え、これなんですか。これが良いって70ページの最後の一文が。うん、なんだ。本買ってないから分かりませんそれはそうだ、思ってなかったら分からない。でも私はこうやってお知らせするのがお仕事なんです。ごめんね、置いてけぼりにしちゃって。みんなにゲットしてもらわないと、取ったことも取材も無意味になっちゃうから、みんなに読んでもらってこの本は完成するのでね。私会まで待つ。お、1ヶ月。じゃあ1ヶ月後にまた感想会しましょう感想会しよう、橋特定したい。ぜひこの本をゲットしてくださいこの本を見たら橋が特定されます。橋特定、誰が早いかな。お渡しさ、みんなお渡しまで待つ派。そうだよね、1ヶ月後だもんね。そうよね。整理券もらえた。大事にするんよ整理券、なくしたらダメよ。あ、これ昨日発売のこちらです。塗り直してる気がする。ほう、そうなの。ちょっと見てみるね。あ、確かに綺麗かも、色が。確かに。ポストカード、あ、そう、ポストカードがついてくるんよ。そうなんですよ。
渋谷蔦屋さんとタワーレコード広島店さんに行って買うとポストカードがついてくるんだ。そしてね、そしてこちらもゲットいたしました。こちらクリアファイルでございます。パセリに忘れられないように推し活に励みます。うん、お願い。忘れないけど、つい最近会ったばっかりやけど。クリアファイルはたくさん 1,2,3,4 枚も入ってますね。まず全員のショットの裏にヤンコちゃんがいて、でリンコの裏にマイキューさんいて、パセリの裏にアカリンさんいて、オキさんの裏にチホさんいるので、あのぜひゲットしてください。クリアファイル4枚ついてます。最高だね。ほらここに見て、特典特別付録クリアファイル特製ピンナップ。ピンナップさ、ピンナップこれ、ピンナップパセリいない、もしかして。ピンナップね、パセリなかったわ。千穂さんと沖さんとあかりさん1、2、3位までだったっぽい。全部についてるよ。だから職場で、職場のさ書類とかこれに入れて間違って提出しないように気をつけてくださいね。こんばんは。そうピンナップおらんかったわ。え、結構小さめの橋だったかもしれない。何、崩壊橋って読むこれ。ジロー君お断りです。明日受け取る予定。ぜひゆっくりじっくり読んでください。もうまったりお茶を飲みながら読むのがおすすめ。豊見橋、ほう初めて聞く名前。豊見橋覚えるね。豊見橋広島まで我慢する。じゃあネタバレせんように気をつけるわ。え、だってさ、豊豊かに海だから豊海じゃないなと思ったから、じゃあ方で海でと崩壊かなと思ったけど、いやめっちゃ崩れるやんと思ったよ脳内で。え、すごい崩壊してるやんと思ったけど豊海だった。応用だった。むず、日本語って難しいね。フォーカスしてしまってすいません。読み方がわからなかった。ああ豊洲、ああ確かに豊洲って言うね。だから豊見、おお確かに。スッと入ってきましたその説明。クロさんありがとう。地名むずい。あの恵比寿町、恵比寿町むずいよねって話をこの前沖さんとした。この前のあのお好み焼きのスペイベがその辺だったんですよ店舗が。で帰りに恵比寿町ってなんか最初読めんかったよねって話をした。あ待って、私さリコちゃんと同じじゃん。リコちゃんは豊洲を報酬って言って、私は今は豊見、豊見を崩壊って言ったから、あのお友達。お友達です。私最初ねあのくるみ町かと思った。恵比寿町じゃなくてくるみ町と思ってたら恵比寿町だったんですよね、引っ越してきた頃3年前。難しいよね。まさひろさんハートありがとうございます。だって漢字あるじゃん、くるみに。
そう、なんでくるみはわかるかって言ったら AKB さんの曲にあるじゃないですか、くるみとダイアローグがあるから、もうそれのイメージだったから。そう、まことさんハートありがとうございます。夏みかんさんラブレターありがとう。そうなんや。白島も難しかった最初、白島かと思った、白島かなと思ったら白島でした。しんいちさんゲームギフトありがとう。新白島金山町、確かに小町、小町だよね、本当だよね。でもね恵比寿町らしい。むず、わかりません。今ね白島で思い出したけど、あの鹿児島の白熊アイスわかりますか？あれが今広島に来てるんですよ。白島からちょっと白熊思い出したんだけど、あれが来ててね、そごうの催事で九州物産展をしとってね、そう天文館にある無邪気のあの大きいかき氷が今来てて最高なんだけど行けなかった。明日かな、明日までで終わるので行けなかったです。長崎は角煮まんじゅうが来てます、でも行けなかったです。ツイッターで情報仕入れてます。しののめ、え、むず、え、この前ね、待って、なんかね、え、なんか散歩中にバス停見てなんて読むんだろうと思ったら全然ね、わからん地名があったんよ。でさ、ローマ字みたいなやつで書いてあるじゃないですか、上に。それ見て、え、全然予想と違った。なんだったっけな、なんだったかな、忘れたけど、忘れました。あら、なんかうなちゃんから連絡来た。ちょっと待ってて、みんな見てくる、待っててください。